ももちゃんでございます。今日はですね、ももちゃんのお誕生日のケーキをね、注文したいなと思います。ももちゃんのお誕生日は6月14日なんですけれども、最低でも2ヶ月前にですね、ぐらいにはもう注文しないと受付ができなくなってしまいますので、12日なのでもうちょっと頼みます。さあもうちょい行くよ、頼みますよね。ですね、さあちょっとどいて、もうちょっといいですかね、ちょっとどいてください、どいてください。じゃね、はい。以前ね、まあちょっとこう1週間前ぐらいですか、ゆずちゃんのお誕生日で、お見せしましたけど、ね、それのももちゃんバージョンを注文しますね。ロービー、なと、ね、ロビーなって検索していただければだいぶ大体上に出てきますのでね、ここで、まあ、私は注文します。はい。で、まあこれですね、注文できるカレンダー出てます。ずーっとこう、まあ、ズームで見ますけど、この×のところがもうね、上限いっぱいダメですよということで、6月の14日ですね。ももちゃんは6月14日誕生日です。まだギリギリ間に合うということでね、早速注文したいなと思います。上の、そうですね、ワンコの席駅で、ケーキの注文ということで、開いていきまして、まあこの左上ですか、ワンコのスケーキですね。でこっから選ぶということでございますね。はい。もーちゃん、あなた、ほら、もーちゃん、もーちゃん、何をしてんのね。はい、ということで、どうしようかな、今回は。どれがいいかな。前回ね、このね、これだったんですよね。ゆずちゃんは。これ、イチゴのショートのタイプなんですけど。お花。これがいいかな。今回、ももちゃんのお顔。ももちゃんのお顔で作ってもらおうか。ももちゃんのお顔で、ねえ。いちご。またちょっといちごになっちゃいますけど。今度お顔バージョンのいちご。これをちょっと注文したいなと思います。ね。はい。ということで、これは、大きさですね。まあ、一番上ですか。いつもね。一番上でこれ1個ということで。ね、20センチ、25センチって結構大きいで。はい。ね。トゥ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 
使っている材料ですね、全部野菜ということで。はい、じゃあ戻ってきまして、じゃあこれカゴに入れるということで、はい、カゴに入れますね。ということで、まあ送料の関係だとかで、まあ6000円ですね。はい、わかりました。で、一応そうだな、このハッピーバースデーの関係だとかはまあなしでいいかな。はい、これでレジに進むという形でね。で、これで、まあ、いろいろ入力していくわけなんですけども、真ん中のところでまあ、やっぱりこう最低のね日付を決めれるわけですね。これはもちろん14日なんですけど、まあ1日回答日が欲しいので13日ということで、これで、設定してね、やっていきたいと思います。はい、ではね、注文をいたしましたので、ありがとうございましたというね、表記になります。
で、登録されているね、メールアドレスですか、に対して、ワンちゃんのですね、写真だとか情報っていうのを載せて、また、送り返すということで作っていただけるということですね。はい。さあ、ももちゃん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 、いいですか？ね、ももちゃん。さあ、ということでね、まあ、6月14日で、あと7歳だったかな。もうね、やっぱ誕生日の関係ちょっと疎くなっちゃうね。7歳かな？ね、まあ、老犬の域に入りますんでね、ももちゃんよろしくお願いします。ね。では次回もぜひご覧になってください。バイバイ。